1930年スピード6ミュリナー、ドロップヘッドクーペスピード6はベントレイが6、リットルをベースに1926年から生産したスポーツカー、または競技用スポーツカーで最も成功したレーシングベントレイとなった。中でもベントレイ会長でもあったウルフ・バーナードによって1930年のブルートレインレースに出場した2台のベントレイは、ブルートレインベントレイとして知られている。 3リットルに設定されたスーパースポーツと同じ位置づけで6リットルの高中運動バージョンとして1926年に登場した内径ファイン3.9インイコール約100ミリメートル、工程5.5インイコール約140ミリメートルの水冷直列6気筒で排気量は 6597cc。SU 製ツインキャブレター。 ハイカムシャフトを装備し、圧縮品を5.1に高めたエンジンは、最大出力 160HP にパワーアップ、されていた。初期型のホイールベースは138イン。最高速度は92マイルパワー。ノーマルの6リットルはエンブレムが青であるのに対し、スピード6のエンブレムは緑である。日常用途に用いるロードカーとして販売され、例えば、 ウルフ・バーナーとの個人的なスピード力は様々なコーチビルダーによってボディを仮装され、西オーストラリア州警察はパトロールカーとして2台のサルーンボディを配備した。1930年から生産された後期型では圧縮比5.3に上げられシングルポートブロックを採用し 180HP になった。またホイールベースが延長され140.5イン。 152.5インの2種類となった。1930年まで生産され、生産台数は182台。レーシングバージョンは、ホイールベース132インで、エンジンは6.1、1に圧縮品を高められて二重点火システムを採用し、200HP、3500RPM となった。ベンレイボーイズと呼ばれる人たちの運転により、数々のレースで活躍し、 特に1929年のルマン24時間レースでは、ベントレーワークスから出場した1号車がヘンリー、ティム・バーキンとウルフ・バーナートにより総合優勝。1930年のルマン24時間レースでは、ベントレーワークスから出場した4号車が、グレン・キッド・ストーンとウルフ・バーナートによって、総合優勝。ベントレーワークスから出場した2号車が、フランク・クレモンとリチャード・アトニーにより、 総合2位を獲得している。ありがとうございます。